今日午前5時前、筑紫野市遠野春東のカラオケ店で、客として来店した男が男性店員にカッターナイフのような刃物を突きつけた上、袋を差し出して、強盗ですけどお金を入れてくださいなどと脅しました。男性店員が拒むと、男は自分でレジを開けて、現金およそ8万1000円を奪って逃走しました。当時店内に客はおらず、男性店員に怪我はありませんでした。警察によりますと、逃げたのは身長165センチほどの20代とみられる短い黒髪の男で、眼鏡と白いマスクで顔を隠し、黄色の半袖シャツと黒い長ズボンを着ていたということです。男は刃物を持ったまま逃走しているとみられ、警察が強盗事件として男の行方を追っています。